こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはかぼちゃの煮付けです。かぼちゃの煮付け、さやえんどうのおひたし、白菜のおひたしもあります。で、白ご飯ですね。卵焼き LL2 個分が2つ、 LL4 個分ですね。これと醤油オムレツ LL4 個分、まあ、LL2 個分があります。それでも足らなければまた LL2 個分焼くか、人参を1本か2本食べます。はい、肝心の体重を測っていきましょう。何キロになってるかですね。順調に減ってればいいんですけどね。がっつりと牛タンと鶏ハツを食った影響が出てますので仕方ないですね。はい、体重 56.3、 昨日より 500g 減ってんのかな。体重 56.3、 体脂肪率 13.3、 基礎代謝 1315、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.3、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 56.3、 体脂肪率 13.3、 基礎代謝 1315、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.3、 筋肉量スコア 2.5 です。もう一度、サムネイルはかぼちゃの煮付けです。さやえんどうのおひたし、白菜のおひたし、白ご飯、卵焼きで醤油オムレツを作ってる途中です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。